ミステリーナイトは参加者がミステリードラマの探偵となり演劇による殺人事件の犯人を探し出す参加者疑似体験型イベント毎年日本各地のホテルにて開催される企画運営はいいピン企画1987年にホテルプラザにて第1回となるプラザ館の長い夜を上演血生臭い話題がごハッなホテル業界において 殺人事件を取り扱うという思考が話題を呼び、その後20年以上にわたり上演されている。現在は東京、大阪、福岡等のホテルにて主に7月から8月に行われる会によっては他の場所でも開催されることもある。企画、運営は E ピン企画だが、イベント主催はホテルになる。ここでは大まかな流れを順を追って説明する。 チェックイン後から事件編上演前までは自由行動だが、探偵はすでに隠されたヒントを見つけなければならない。家宅捜索探偵の家宅である部屋にはすでにヒントが隠されており、そのヒントを見つけなければならない。ヒントの場所は全部屋で同じとなっている。見つけたヒントには、ウォーミングアップクイズとして、頭の体操的問題や上演される事柄に関する問題が出題され、 解読することにより、ヒントとして活用することができる。ヒントボードホテル内の各所に数箇所、舞台となる地域などの概要が書かれたボードが設置される。ミステリーナイトディナーホテル内のレストランにおいて、コースディナーを食べることができる。毎回、レストランごとに舞台にちなんだコースディナーが振る舞われるが、ディナーのテーブルやウェーターにヒントが隠されており、それを推理に利用することができる。 また、ウェーターとの質問からこれからの事件で起こるヒントを教えてくれることもある。事件編では、事件発生までが上演され、探偵は起こった事件の犯人を推理しなければならない。また、登場人物の何気ない言動、舞台上のわずかな際も重要な手がかりとなる。ただし、上演中は、写真撮影が禁じられているためメモを取りつつみなければ、ならない。事件編後は、 以下のようなヒントが順を追って提示される。質疑応答出演者の一人が進行役となり、各人に対する尋問と、探偵が直接出演者に対し質問することができる、質疑応答が行われる。ただし、当然のことながら犯人は自分に不都合な点に、関しては嘘をつく。可能性があるためその点を考慮しなければならない。また、犯人以外でも嘘をつく。 可能性はあるがそれ以外のことに関しては正直に話す。ヒントルームヒントルームの様子証拠となる品や新たに発覚した事実などが提示される。ただし、入室にはヒントシートに書かれた暗号やパズルを解かないと入室できない。ヒントシート事件後やヒントルームにて配られる事件の概要や新たに発覚した情報などが整理されたシート。 ヒントルーム入室パスとなる問題が書かれていることもある。ヒントビデオ自室のテレビや舞台にて上映される映像。出演者以外の証言やヒントなどが流れる。これらのヒントをもとに事件の真相を追求していく。また、捜査活動の助けとして以下のようなものも提供されている。情報交換コーナー一部エリアを開放し、他の探偵たちと気軽に捜査情報を交換することが できるお助け探偵局ホテルマンやスタッフにより構成され、実質の電話からかけることができる。捜査活動に詰まった時にある程度のヒントを提供してくれる。これらを活用し、制限時間内に逮捕状に自らの推理を記入して提出することで、捜査完了となる。終了後は解決編まで自由行動であるが、終了時刻が深夜2時から4時ほどであり、寝ることができる時間も、 非常に限られているため、ホテルに泊まるのに眠れないイベントとも呼ばれている。なお、推理については、複数回公演を行うためネタバレ防止と、ホテルで行う推理活動を楽しむため、インターネットを使用し、ネット上の掲示板などで不特定多数の人間を巻き込んで、推理活動を行うことは禁止されている。各自朝食、チェックアウトを済ました後解決編の上演となる。 終了後はそのまま表彰式となり、成績優秀者に商品が渡される。リピーター過去にミステリーナイトのみならず、ミステリーツアー、ミステリーザサードといったい、e、いピン、企画主催ミステリーイベントに参加経験がある、探偵のこと。リピーターには事前にファイリングシートと呼ばれる紙が送付され、ウェブ上でアップされる情報や事前問題に回答し、当日ヒントをもらうことができる。 逮捕状正式名称は推理結果投票用紙、平たく言うと回答用紙である。この用紙に自らの推理を記入し提出する。回答は文章穴埋めと記述となっており、要求される回答は犯人はもちろんのこと犯人と決定づける確固たる証拠、犯行を行うために使ったトリック、動機、さらには犯人が犯した決定的な失敗。 誤算などを回答しなければならない。基本的にはトリックの推測からそのトリックが実行できた人物を導き出すのがセオリーとなっており、会によっては動機から詰めることやアリバイから詰めることができないようになっている。主な回答例実際に行われた回答の一例を記す。なお、講演後も内容に関するネタバレを禁じているため、キーとなる人物、アイテムを隠し、 一部を変更して表記する。門、犯人、甲賀、被害者、オツを殺害に関して取った行動を列記しなさい。エトセトラ、正解となる数は発表されていないため、思いつく限り回答する必要がある一方、探偵には、簡潔さも必要ということで、文章構成力も問われる。名探偵バッジ過去のミステリーナイトにおいて、優秀名探偵賞獲得者には、銀のバッジを、 最優秀名探偵賞には金のバッジが与えられる。これらのバッジをつけている人は過去の成績優秀者として頼られることが多い。どちらも数は少なく、金バッジは公演数と同じ数しかない非常に貴重なものである。主に99が所属する E ピン企画のメンバーが出演している。一作に8から10人ほど出演する E ピン企画主導になる前は、 劇団東京館電池が公演を行っていた。牧田昭弘一部作品では出演者として登場のほか、プランニングも担当。毛利渡る広史藤城山と、牧田昭弘本村総平良、e、いピン企画ミステリー99%各開催ホテル朝日飲料サントリー、東日本旅客鉄道。中島らも第1回の脚本を担当。砂本領第9回から、死去直前となる。 第19回まで担当。E ピン企画内ミステリーナイト紹介ページ2011年、東京公演のページ2011年大阪公演のページ YouTube ミステリーナイト公式チャンネル。ありがとうございます。